げて私は帰ってきたー。で、今回は出すことができそうなのか。とにかくいっぱい超激レア出せば白身玉出てくれるでしょう。すっげえ曖昧な理論だな。新キャラが増えていく一方なので、確率的には今当てておきたいところ、時間が経てば当てにくくなっていくので待ったなしです。意思表示のルーティンから入って未入手キャラゲットに気合を入れてるわけだな。今のところお目当てのキャラはこの方法で入手できた試しはないんだが、その辺どうよ。最初の4回が基本配出率を決めますが、絶対ではないのであらかじめお断りしておきます。レアから始まったが当然動向はわからないぜ。なお配出率9は30回引いた場合2体から3体が普通。だが当チャンネルではその場合は保証できないと動画として扱わないんだぜ。非常にプレッシャーを感じながら引いていますが、4回のうち激レア以上の配出で結果が変わるのでお見逃しなく。レベル20制限の間は使えないからポイント交換だな。次のガチャで何が配出されるかで自信が変わってくるわけだが、激レア以上を逃すと結構厳しい状況に追い込まれるんだよな。4回目は何が出るのかお楽しみですね。おおよその計算ですが、ここでレアが出た場合統計的には提供を超えるのは難しいです。レアだからかなり厳しい状況でのスタートになったな。超激レアが出るまで倍速スタート。通常速度では白身玉お願いいたします。当然何が出るかはわからないんだけどな。ピクシーズのエアルだな。倍速スタート。ここで通常速度だ。お願いします、お願いします、お願いします。新規だがヘビジャーク。魔界編終わってるから今は必要ないな。倍速スタート。通常速度、提供割合を超えたその先は何が出るのか。新規だが今は必要ないコロンブスだな。今回欲しいのは白身玉なので優秀なキャラでも外れです。なおこの後2回引いて連続で超激レアが排出されるので通常速度でいきます。確定演出だな。さあここで白身玉出てくださいまし。って違うんだよ。だが第2形態でも使い方次第で命のせせらぎクリアできるかもなキャラだぜ。機会があれば挑戦してみるよ。3連続超激レア配出の最後は何かな。ここまで超激レア出しまくるってすげえことなんだけどな。本命じゃないがすげえよ。魔界編はこの前頑張って攻略したんだよ。倍速スタートです。かなりチケット残ってますが今回らしい。出るまで引きたかったですが今回は引くのが安全。9枚残しになるがチャンスではあったんだけどな。プラスフル必要はないがクリルがゲットだな。レンチャンあるかもだけどここで撤退。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。今度約束された勝利の剣を使います。1枚だけあるから当てに行かないとな。